人はいつ太ると思う？心臓を銃で撃ち抜かれた時、違う、不治の病に侵された時、違う、猛毒キノコのスープを飲んだ時、違う、食べ過ぎた時さ。どうも、カルクトです。まあ、結局そうなんですよ。人間が太るのって何かを食べ過ぎた時、カロリーを取り過ぎた時なので。でもこうやって食べ過ぎ良くない、食べ過ぎ良くないって言っちゃうと、全ての食品が怖くなっちゃうと思うんですよ。あれもダメ、あれもダメ、どれを選べばいいんだってなっちゃうと思うので、今回はインスタグラム、何しても痩せなかった時何食べてました、太る原因になった食べ物を教えてくださいとアンケート取ってきたので、それをシェアしていきたいと思います。食品の中で特に気をつけた方がいいやつを知りましょうっていう感じですね。では早速参りましょう。家系ラーメン、ラーメンはね、もう鉄板ですよね。麺が炭水化物じゃないですか。で、結構スープとかでこってり系とかって油もたっぷり使ってるから、背脂とか。となってくると、めちゃくちゃカロリーいっちゃうんですよね。しかもラーメンってどっか依存性があるというか、あーなんか食べたくなっちゃうな、やめらんねーみたいになりやすいというかね。そういった意味でも非常に危険だと思う。やっぱラーメンが好きで頻繁に食べてるっていう人は結構太ってる人が多いですね。まあうまいんですけどね、ラーメンね。次、マック。マックもね、美味しいんだけどね。マックってハンバーガー一つって満足できないじゃないですか。多分マックにフラーっと行って何か注文するって言ったら、ハンバーガーとポテトとナゲットとコーラみたいな感じに絶対にセットで入ってくると思うんですよ。単品で済むって人の方が少ないと思う。そうなってくるとやっぱカロリーがドドドって増えちゃうっていうね。ハンバーガー単体だったら全然セーフなんですけど、次、授業終わりごとの飴。あーこれもありますね。飴って1個ってその100キロカロリーとかするとかはないから、それ自体が太るってことはないんですけど、授業のためにパクパク行ってたら、まあトータルでそこそこカロリーいっちゃうので、そんなに大きくないとしてもなんかジャブのように細かく効いてくるみたいな。あと個人的にはグミとかもそうだと思いますね。僕は飴というよりグミ派で、ついつい口にパクパク運んじゃうっていうか、口寂しさもあって、こういう細かいお菓子ってのは意外と原因になったりしますね。次、菓子パン。菓子パンもハマっちゃいますよね。僕は今フレンチトーストがすごい好きで、よく食べたくなるんですけど、学生時代だとチョコチップメロンパンとかめっちゃ好きで食べてましたね。菓子パンとかって、これ僕だけかもしれないんですけど、チョコチップメロンパン買ったらなんかしょっぱいものも欲しくなるみたいな、わかります？これセットで買いたくなるんですよ。お口直しみたいな感じで複数買うことが多い。でやっぱトータルでカロリーがいっちゃうみたいなね。次、ごま油で知らず知らずのうちにカロリー上乗せしてました。これは盲点シリーズですね。盲点シリーズってなんだ。これまで紹介したやつは明らかに太る原因になりますよね、わかりやすいですよねっていうやつなんですけど、このドレッシングとかって意外と気づいてない人が多いっていうか、僕の指導経験でもあるんですけど、私食事にかなり気をつけてるし、なんならすごいヘルシーなタイプなんですけど、なんか痩せないんですよねっていう人結構いらっしゃるんですよ。その人ってやっぱ共通してめっちゃドレッシングかける、オリーブオイルとか健康にいいでしょみたいな感じでドバーっとかけたい、トッピングにも健康にいいであろうナスとかどん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 追加しちゃって、サラダなのに牛丼レベルにカロリーありますみたいなことが結構起きたりするんですよ。健康志向の人が陥りやすい罠だと思う、これは。次、炭酸ジュースや加糖コーヒーを大量飲んでました。カロリーを摂取している意識は全くなかったです。飲み物はね結構ダメージがある。僕ドクターペッパーとか好きなんですけど、ドクターペッパー1本って大体200キロカロリーぐらいしちゃうので結構なんですよ。でもやっぱみんな意外と飲み物をカロリーカウントしないっていうか、なんかカフェラテだからいいかみたいな、食事のカロリーにだけ気をつけてればいいやってなっちゃうんですけどね。やっぱ飲み物のカロリーってバカにできないんですよ。次、酒。酒はね、そう、お酒自体カロリーはあるっていうのもそうなんですけど、理性が弾け飛んでコントロールが効かなくなるっていうのが一番危ないかなっていうね。例えばシラフの状態だったらすごい礼儀正しい人でも、お酒飲んだ瞬間に手話になるみたいなパターンってあるじゃないですか。それだけ理性というか、それまで抑えられたものがバチンって弾けちゃうことが結構あるんですよ。でそれが食欲に行く人結構多くて、お酒飲んだから食べ過ぎちゃうみたいな。だからお酒単体っていうよりはお酒が食べ過ぎの原因になるというか、ゲートドラッグみたいな、そんな感じですね。次、プロテイン系栄養補給系のバー。カロリーは無視で体良さそうという理由で食べていた。これも陥りがちなミスだと思う。ミスって言ったらちょっと失礼ですね。ありがちな罠だと思います。さっきのドレッシングと若干似てるんですけど、みんなどこか健康にいいからダイエットにもいい、太らないと思っちゃうことが多いんですよ。でもそうじゃないんですよね。例えば数学の点数が高い学生は国語の点数も高いかって言ったらノーじゃないですか。成績がいいと聞くと全ての成績がいいように聞こえてしまうけど、内訳を見たらなんか特筆して高いもの、成績がいいものがあって苦手な科目があるってのがまあ普通だと思うんですよ。ダイエットもそれと一緒で、ダイエットと健康って別の科目なんで、だからダイエットにはすごいいい食品でも健康には良くない場合もあるし、逆もしかりなんですよ。だから健康にいいから OK みたいな、それはなんか別に考えた方がいいかなーっていう感じですね。次、100キロカロリー程度のものをちょこちょこ食べてた。これは本当によくある方だと思う。食品って
得る食べ方ですね。例えば貯金をしたいけどなんかお金がたまんないなって人って、なんでお金こんなたまんないんだろう、全然使ってるつもりないのになって人が結構多いんですよ。でも実際に家計簿をつけるとめっちゃ細かく使ってるみたいなことがあるあるなんですよね。でも細かいのって認識できないんですよ、細かすぎて。映画館で使った2000円は記憶できるけど、日々の食費でいくら使ってるかって正確に記憶では追えないじゃないですか。正直揚げ物全般、揚げ物シンプルにカロリーが高いからね。三大栄養素がタンパク質、脂質、炭水化物ってあって、 1g あたりのカロリーってタンパク質と炭水化物は 4kcal なんですけど、脂質だけ 9kcal なんですよ。まあ、シンプル同じグラム数のものを食べるとしたら、脂質たっぷりの方がねカロリーがいきやすい、まあ、だから太りやすいみたいな感じ。次チョコレート。チョコレートはね、僕も一時期ハマってた。僕社会人1年目の時とか仕事のストレスがあって、帰りにスーパーに行ってちょっと高めのチョコレート1袋買ってそれを食べきるみたいなことをほぼ毎日やってましたね。今でもそのチョコを見るとあ懐かしいってなるんですけど、そのチョコを懐かしいなと思ってパッて裏を見て栄養成分表確認してみたんですけど、1袋で 1000kcal って言ったんですよ。これほぼ毎日食べてたんかってなりました。チョコってね結構カロリー高いんですよ。まあ量にもよるんですけど、ちょびっと食べるのは全然いいんですけど、ドバッと食べる人はちょっと注意した方がいいかもしれないなって感じですね。まあ、こんな感じで食品をポン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 っていう風に紹介してきたんですけど、共通点とかなんとなく分かってきた人がいるかなと思うんですよ。それが高脂質で高炭水化物のやつですね。実際依存しやすい食事を調べた研究があるんですけど、それを依存しやすい順にランキングすると次の通りなんですよ。1位ピザ、2位チョコレート、3位ポテトチップス、4位クッキー、5位アイスクリーム、6位フレンチフライ、7位チーズバーガー、8位ソーダ、9位ケーキ、10位チーズみたいな。このトップ5とか見れば明らかに脂質たっぷりで炭水化物がゴリゴリにある、砂糖とかたっぷり使ってるってのが分かると思うんですよね。こういう食品がね結構依存性が高くて、お腹がいっぱいになっても食べきっちゃうみたいな、お腹を満たすためのものというよりは快楽物質みたいな感じなんですよ。でこれ海外の研究なんでラーメンが入ってないんですけど、多分ラーメンがね結構上、なんなら1位に来ちゃうかもしれないですね。インスタグラムでアンケートで来たのがもうめちゃくちゃラーメン率高かったんで、多分かなり依存性は高いんだと思う。だから今回紹介した食品を日常的に食べてる人はちょっと注意して量を減らした方がいいのかなと思いますね。完全にやめなくていいんで、まずは週1にするとかそういうのでもいいので、週に1回ぐらいだったらぶっちゃけ何か食べても食べ過ぎても問題ないんですよ。毎日食べたらえぐいカロリーオーバーになっちゃうんで、パチンコと一緒、毎日通ったら下手すりゃ破産する、借金することになっちゃうかもしれないけど、休日だけ行くならねまあどうぞみたいな、あまり楽しむんだったらいいけど日常的にやるのはちょっと危険、ハマっちゃう、依存症になっちゃうかもしれないから気をつけましょうっていう感じですね。で今回コメントもあった中で、まあお菓子とか菓子パンとかジュースとかそういう食品が結構コメントで多かったんですよね。そこに共通しているのがコンビニで買えるもの、これが結構でかいと思う。コンビニがやっぱ結構ダイエットと相性が良くないんですよ。いろんな誘惑があるからね。ディズニー好きの人がディズニーランド入ったらうわーでテンション上がるのは避けられないじゃないですか。だってディズニーが好きなんだもん。それと一緒でお菓子が好きとか甘いものが好きな人がコンビニに入って耐え抜くのは無理がある。ディズニー好きがアトラクション乗らずにその日過ごせんのかっていう話ですから、できるだけ菓子パンとかチョコとかそういうお菓子にハマっちゃってるってタイプの人はコンビニは避けるようにした方がいいと思う。コンビニはそれこそ日常的に行くものだから痩せない原因になりやすいスポットなので、対策としてはスーパーに行くようにした方がいいかなと思います。まあその方が食費も抑えられるってのもありますけど、スーパーって売り場がめちゃくちゃ広いじゃないですか。コンビニに比べてコンビニはこれぐらいのサイズにお菓子とかたくさんあるけど、スーパーはこんぐらいのサイズの中にお菓子が点々としてるっていう、要は売り場面積に対する危険な食品の割合が少ないんですよね、コンビニに比べれば。だから何かを買うときはスーパーにした方がいいと思う、ダイエット的にもお財布的にも。でスーパーに行くときもお腹が空いたって言ってうわーって行くとそういう誘惑が多いとこに行っちゃうと思うので、何か食事をした後食欲を落ち着けてから行くっていう感じですかね。よかったら実践してみてください。紹介したもの以外でも盲点系に気をつけた方がいいかなっていう。盲点系っていうのはさっき言ったドレッシングとか、要は自分はそんなにカロリーをオーバーするとは思ってないけど実はその原因になってましたっていうパターン。カフェラテとか飲み物だしそんなカロリーいかないから大丈夫っしょって言って例外にしちゃってる。ラーメンとかってやっぱ分かりやすいじゃないですか。自分太ってるんですよ、ラーメン食べ過ぎたからっていう風にすぐこう思い出せる、明らかに太りそうなものだから。でもカフェラテとかってあんま思い浮かばなくないですか。それが原因とはっていうわけだと思うんですよ。でそれを避けるためには一
回ちょっとめんどくさいかもしれないんですけど、1日の食品を全部書き出してみる、もう全部例外なしみたいな。それでカロリーを調べたら、意外となんかこいつらが足を引っ張ってるかもしれないんでね。例えばラーメンが1杯1000キロカロリーするじゃないですか。1週間に1回だけラーメン食べますよっていう人は1週間で1度1000キロカロリーオーバーする。でカフェラテを毎日200キロカロリー分飲んでますって人だったら、1週間トータルにしたら1400キロカロリーなんですよ。要はカフェラテを毎日飲み続けた方がラーメン1度ドカ食いするよりもトータルのカロリーオーバーは高いんですよね。そんだけ細かく刻むってのはリスキーなんですよ。リスキーというか危険なんですよね。同じとは。これさっき貯金を例に出しましたけど、たまにの買い物よりも毎日継続支払い続けてるものの方が貯金ができない原因だったりするんですよ。ダイエットでもたまに食べたラーメンよりも日々の食生活が太る原因になってる可能性が高いので、たまにじゃなくて毎日やってること、そこにちょっと目を向けるようにしてみてください。食べない方がいい食品はーって言っちゃいましたけど、それだけだとなんかがんじがらめになっちゃってルールを課されてストレスが溜まるってタイプの人もいると思うんですよ。そのタイプの人は逆に依存しない食品を食べるという風に考えるのはありだと思いますね。ラーメンを食べないんじゃなくて玄米を食べるとか、ヘルシーな食品を食べれば別に問題はないので、食べないという発想があんまり好きじゃないという人は魚とか鶏胸肉とか卵とか、そういうヘルシーな食品、あんまり依存性が高くない野菜果物とかを食べるようにしてみてください。一応最後に補足しておくと、今回危険な食品というか太る原因になる食品を紹介しはしたんですけど、それ食べちゃダメっていう話じゃないんで、途中にも言いましたけど、たまに食べる分には全く問題ない。危ないのが毎日依存して食べ続けちゃう、自分がコントロールできない、やめようと思ってもやめられないって状況はちょっとヘルシーじゃないので、自分でコントロールできる範囲、自分の生活とか自分を傷つけない、メンタル含めて傷つけない範囲で食べれるようにちょっと距離を取るみたいな感じですね。すごい仲がいいカップルでも近づきすぎて依存するぐらいの距離になったら逆に仲が悪くなっちゃうみたいな、適度な距離が必要だと思うんですよ。その距離っていうのは人によって違うので、人によって食品の結構距離取らないといけない人もいるし、逆にそこそこ近くても問題ないタイプの人ってのはいると思うんで、そこはなんか探っていくもんだと思うんですけど、大事なのは適度な距離を取る、で自分にとっての適度を探していきましょうという感じですかね。よかったら参考にしてみてください。あまりストイックになりすぎず、かといって依存しすぎず、バランスのいいダイエットをやってみてください。